頭脳明晰、仕事ができてお金は稼げる、うん、ただルールは、どんなことしても上に行くっていう感じなんで、あなた運がいいんだって。さすがのケンケン先生も文生命さんの感想枠難しいでしょうか。善悪関係なくここまでの組織を作り上げるだけの人物のが感想枠だとどのように見えるか気になっています。あ、全然やってもいいですけどね。今さらその文生命どうこう、やったところでね、問題ないと思いますけどね。はい、それ以外のその統一教会の動画出してるんで、やたら、全てが吉そうですみたいなこと言い出したらですね、僕が忖度してると思いますけども、まあ誰が見てもね、そんな、善人数はしてませんし、あとまあ多分ただね、全然はい、ここで今やってもいいんですけども、大した結果が出ないと思うんですよね。もちろんその競争は競争で間違いないと思うんですけども、おそらく、僕も完璧にね、そう見てませんけども、競争具合で言うとですね、それはもう高市早苗とか、はい、隅田美代子とか、はい、あと、大野悦雄とか、はい、そっちクラスにはやっぱ勝てないですよ。別にそのね、やっぱこの面相のみが全てじゃないんで、例えばですね、テッド・バンディとか、はい、グリーン・リーバー・キラー、誰でしたっけ、ゲイリー・リッジウェイとか、はい、その殺した人数、はい、殺した人数によって、面相がより悪くなっていくとかいう、その、ゲームではないので、そのね、10人殺したらアップ、20人殺したらなんか、さらに、目の競争具合がアップとか、はい、そんな感じではないですからね。あと、まあ、事件とかにもよりますよね。例えばで、自分が手を下さずに、人を殺してたりとかしたらですね。はい、それこそすごい人数、殺している世界の独裁者がいますよね。スターリンとかですか？はい。僕、そこまで世界史詳しくないんですけども。だから、あんまり多分ね、結果的に、こんなもんだろうぐらいの、結果にしかならないと思うんですよね。確かに匿名希望さんのおっしゃる通り、1代で、あそこまでの、宗教団体を作り上げるっていうのは、おっしゃる通り大したもんだと思うんですよ。朝原祥子もそうですよね。金額にしてどれぐらいですか？文生命が生きているうちにですね、文生命が得た、お金。はい。で、どんなものですかね。多分、下手した1兆円超えるぐらいじゃないですかね。毎年、分かってるだけで何百億とかですね、日本から、韓国に送金させてるんで、はい。下手したら1兆とか超えるんじゃないですか。文生命が得たお金って。1兆円。日本円で、そうですね、洋さんの7なんやばそうですね。10マニアの、はい、7なんですよね。はい、7なんは、高市早苗ファンのね、7なん、一番やばそうですよね。なんで、相当すごいと思う。例えばですね、僕にですね、もうルール無視して、はい、もう霊感商法やりまくり、詐欺もやっていい、何してもやっていいって言っても、そう1兆円とかとんでもないんですよね。絶対稼げないと思うんですよ。ただ皆さんにもそうですよ。もう詐欺してもいいし、霊感商法してもいいし、何してもいいから、金だけ稼げって言われてもですね、一人の人間が、そう、組織作って、1兆円とかそんなレベルの金を作るって多分無理だと思うんですよね。そう、1億円とかですら難しいと思うんですよ。なんで、そういう人がいるんで、もちろん200万とかのね、詐欺とかで捕まる人がいるわけですよ。でも、文生命はそういうね、こともないですし、そのオレオレ詐欺とかですね、捕まってる人間、悪事働いて、要するに200万とか100万の金で捕まるわけですよ。だから相当、しかも早稲田にね、早稲田大学、来てましたよね、文生命、もともとね。なんかね、そう、もちろんその、頭は、悪くないと思うんですよね。大してますよ。昨日捕まった、保険マン、
はい、の男とかも結局は1億円ぐらい高槻市の資産家の女性にですね保険金かけて、殺して養子縁組してねいろいろこう策を論じて、悪の限りを尽くしてるわけですけども、まあ、1億円手に入れるか手に入れへんぐらいの、はい、事件で多分無期懲役ぐらいになるわけですからね。要するにどんな悪さをしてもお金稼げって言ってもですねなかなかうまくいかないわけですよ。なんで文政明は大したもんだと思いますけどね。そう1億とかね、そんな200万とか300万とかで、逮捕されたりとかですね無期懲役とかなったりする人間がいる中、そのすごい国家予算ぐらいのねその1兆円とかのレベルを一人の男性がですね、こう得るっていうのはなかなか大したもんだと思いますけどね。僕でも絶対無理ですもん、うん、僕正直多分ねどうしてもやれって言われたら捕まらないような霊感商法やれる自信がありますよ、うん、そこら辺は詳しいんで、うん、でもねそんなもう何十億とか何億とかは無理ですよね。なんでまあすごいと思いますけど、そのねやっぱこう人を使ったのが、はい、人を使ったのが一番こう、賢いと思いますね。どんだけこう詐欺をしようとですね、どんだけ悪さを働こう悪事を働こうと自分一人だったら限界があるんですよ。自分一人で稼ぎ出すってお金って、まあ、限界があるんで、はい、例えばそのウォーレン・バフェットとかああいう人でもですね、まあ、金に働いてもらってるわけですよね、うん、金に働いてもらって金を作るわけですけども、はい、人を使ってうまいこと稼ぐっていうのはですね、もうこれ大したもんです。しかも、文政明とかですよね、まあ、統一教会の人間にはですね、こう、金を、あんだけ金を上納させた上に、尊敬されてますからね、うん、そこら辺、こう、賢いと思いますね。うん、多分その、山上容疑者のお母さんだってですね、おそらくお金入れて、はい、お金入れて、しかも1億何も入れてですね、息子とかがあんな風になってんのに、おそらくその文政明とかには、ありがとうございますと、おそらく、そういうわけですよね。なんでまあそこら辺がちょっと賢いというか、うん、そういう組織作るのは難しいですよね。ちょっと顔見てみましょうか別に、うん、ただね競争度で言うとねやっぱりその、実際に自分が殺人を犯す人間とかですねの方がより競争になりますね、うん、それはもちろんその年取ってからの写真しかないですよね文政明、うん、ちょっと若すぎるかなちょっと若すぎるかな。山上母の会見やらないみたいですね。はい、山上母の会見やっぱやらないみたい、荒れるでしょ、いや荒れるでしょう、うん、ちょっと若すぎますかねこれまあでもちょっとねこれ以外色でもね結構分かりやすい顔してるんですよね。確かにそう尾上津とかにもこの時点全然かなわないじゃないですか。尾上津とかそうエースさんのように多分そこそこイケメンなんですよぶっちゃけ。あとちょっとまた矢印出ないですね。矢印出た。でもまあ多分ね結構精悍なんですよね。怖さはあるものの、はい、顔におっしゃる通りニコちゃんさんのように怖さはあるものの、あとそののし上がっていってやろうっていうね、あとまあ おっしゃる通りその日本人ではなくですね、はい、韓国人の、はい、顔をされてますね。でもこのちゃんとですね、きっちりこう顎とかが張ってですね、うん、顎張って、こう鼻とか、うん、あと頬骨とかですね、やっぱこう リーダーになる。そしてでもこうおでことか広いですしね、はい、残念ながらこの写真だったらですね吉相の部分とか結構あるんですよ、こう眉毛もいいですからね。眉毛おそらくこの時代の人間なんで、はい、この時代の人なんでそこまで整えてないと思うんですよ、うん、そうそう目がちょっとねこの中底部分目がちょっと悪いですけども、耳もこの、はい、外輪出てますし、あと外輪出てこのおでっこ、あと眉毛、三個はちょっと広いですね。ですけども、はい、結構やっぱこう頭がいい、
うん、そうそう、ユウさんの出世しそうな仕事とね、はい、仕事、ビジネス、金運、あと勉強とか、そこら辺は全然悪くないんですよ。むしろ出世するタイプ、まあ先ほどの、マカロンの通りですね、やっぱ一台で、はい、一台でそういう団体を作る、だけあってですね、ただマウント思考とボス思考と、上に上がりたい上昇思考が強いんで、かつその、ルール無視するとこだから、この引導と参考が両方広いですからね、ここら辺がまあ一つのポイントですよね。うん、ただ頭が良くて、はい、頭脳明晰、仕事ができてお金は稼げる、うん、ただルールは、どんなことしても上に行くっていう感じなんで、まあ当たってるって当たってるじゃないですかね、この総書読み取りだけでも、はい、総書読み取りだけでも当たってると思いますね。うん、だからルールを無視したって感じじゃないですかね、お金のために。うん、そう、ニコちゃんさん一台で財を成す、要するに、頭も使って、そこまでそのひどい、多分最終的にこの人のこと僕あんま詳しく知らないんですけども、ものすごくバチが当たったとか、はい、ものすごく、何ですか、最終的に苦労したとか、因果応報を受けたとか、おそらくないと思うんですよね。うん、なんか若い時に捕まったみたいなのは、はい、聞きましたけど、おそらくそれ留学の前ですかね、日本に来る前ですかね。うん、そうですね、そう、アミさんのようにその能力を違うところに使ってほしかったっていうね、要するにルールにのっとったら、うん、ルールにのっとったら、ちょっとした金持ちだったんじゃないですかね。うん、ただルール無用で攻めたから、その本当に1兆とか何千億っていう金をもうせしめたんじゃないですかね。だから多分面白くないと思ったんですよ、こう感想枠やりますけど、僕嘘言わないんで、うん、忖度言わないし嘘言わないんで、ただ別に僕がね全部正しいわけではないですし、まあ、ただの、まあ、総書読みと自分の経験上読むと、はい、残念ながらこれまあ成功するタイプの人、まあ皆さんも、ね、多分分かると思うんですよ、そのこれ見て、尾上悦夫とかと、はい、隅田美代子、高市早苗とかとですね、どっちが競争かといったらですね、この人の方が、面相読み取りのみでいくとですね、全然競争ではないんですよ。なんで、ちょっとその残念な結果になるんじゃないかなと。やっぱ今その統一教会がですね、日本ですごい敵視されてて、であんだけ被害者もいて、はい、みんなお金取られたとか言ってて、それでやっぱこれが最高のボスなわけですよ。まあ、ドラクエで言うとですね、エスタークとかですね、そう、最強のボスなわけですよ。うん、指導とかね。うん、だから一番その、悪い、うん、一番悪く、最も競争、最競争、はい、であってほしかったんですけども、多分そうはならないのと思ったらやっぱならないんですよね。そう、ユミさんのように、そう、賢そうに見えるっていうのは、スケベはその、おそらくね、このまあ、三婚とか、はい、の広さとか、まあそこら辺はあると思うんですけども、ただね、うん、そういうことよりも、やっぱその、出世するとか、仕事で成功するとか、はい、そっちの方が、正直、面相読み取りでは、うん、勝ちますかね。まあでも、多分これ僕が、こういう読み取りしてなくても、うん、おそらくそのね、さっきほど言った凶悪犯人と、はい、違うんで、やはり凶悪犯、自分で殺人を犯す人間とかですね、こう強姦事件を10件20件起こしてるやつとかの方がやっぱ悪くなりますね。ちょっとその悪さが違いますからね。はい、まあ、でもまあ皆さん、はい、分かると思いますね。あと、うん、ちょっと、まあ、顔が長いですね。顔が長くて、まあ、耳の位置が結構いいんです。耳が大きくて、耳の位置が結構いいんですよね。はい、この上よりちょっと上になる。顔長くて、耳の位置が上。で、こう、外輪がちょっと出ててっていう感じですね。そうなん、これ結構、うん、頭がいい。はい、仕事ができる、出世するっていう感じの読みですね。まあ、分かると思うんですね。おでこも、はい、広いですし、皆さんが、ね、最初、僕がこの写真を、出した時に言った、まあまあイケメンとか、はい、頭良さそうと、うん、言った通りの、イメージですね。うん、
そこは結構合ってますね。まあ目がねちょっとやっぱ今日というか、まあルール無用、うん、自分が上に行くためだったら、人を蹴落とすとか、人のことを気にしないとかですね、うん、お金が一番、うん、になってるのは分かりますけども、ということでまあやっぱりこういう、うん、こういう、船団になったかなと思いますね。まあちょっとね年を取るとですね、さっき見てたんですけど、まあなんかだいぶ年取ってからのね顔しかないんで、年取るとシワがねもうちょっとねあの面相読みと移動校の感じじゃないんですよね。年が取りすぎてなんかそのいい感じの年齢の時の写真がないっすね。いい感じの写真、ほらちょっとねこれ年をね取りすぎてるんで、これもちょっと逆に読み取りが難しいですね。あのね、この学問とかがですね、もう年いってから入ったのか、わかんないですよね。もう読み取りが逆にちょっとこっちは難しいですね。ちょっと読み取り逆に難しいかなって感じがしますね。でもまあ、贅沢はしてるなっていう顔がよく、出てますね。うん、あと何歳まで生きたかわかんないですけども、健康運は結構いいんですよね。はい、ほうれい線とこう、口が離れてるんでね。まあこんな感じですね。別にはい、文生命さんって言ったらおかしいかな、文生命氏であろうが、誰であろうが、まあ乾燥枠、しかもまあね、文生命氏は亡くなってるんで、実は乾燥枠がはい、できるんですよ。名誉毀損とかね、侮辱罪っていうのは本人しか訴えられないので、はい、なんでまあ逆にそれでね、まあこれであまりにこう、僕がボロカスに言ったりとかしたらですね、その統一教会の、信者が狙われるかもしれませんけども、まあ残念ながらそこまで言うほどのね顔ではないんですよね。うん、さっき面相読み取りしましたけども、そうですね。なんでまあはい、結局はそこまでむちゃくちゃ尾上悦夫とか、まあ、隅田美代子とかにはですね、はるかに勝てないなというのが、まあ、正直な意見ですね。まあ、忖度なく、はい、やらせていただきました。じゃあちょっと戻りましょうかね。はい、ということでね、文生命、さん、匿名希望様、さすがのケンケン先生、文生命さんの感想学難しいでしょうかですけど、やってきましたね。はい、ただまあ所作とかはね、ちょっと見たことがないんで取れないですけども、この質問者さんのおっしゃる通り、はい、一台であれぐらいの団体作ってですね、あんだけのお金を稼いで、やる人間なんで、まあ確かに敵ながら、認めざるを得ないというかですね、うん、僕もその高須先生、三木屋先生と一緒で、統一教会はもちろん嫌いで好きではないですけども、ただね、忖度とか嘘つきたくないんで、面相読み取りにおいてね、なんで一応ちゃんと、はい、面相読み取りしました。うん、悔しいですけど、まあ、成功者の層、残念ながら認めざるを得ない、まあ、ビジネス面とかにおいて、成功する人の顔でしたね。おそらく、面相読み取り他にね、日本人で何人やってる人がいるか分かりませんけども、多分みんな僕と同じ、宣伝をすると思います。結構 逆に言うと、実は見やすいですね。逆に言うと、はい、そこまで見にくい顔ってあるんですよ。面相ってね、特徴なかったりとかですね、ここどうなってんのとかいう見にくい、読み取りづらい顔ってもちろんあるんですけども、文生命氏は非常にこう見やすい顔ですね。でまあこんだけボロカスに言われてるんで、僕もボロカスに言えるぐらい、はい、むちゃくちゃ言えるぐらい、悪くて競争だったらよかったんですけども、そうではなかったですね。まあ僕もそんな結果になるんで、もともとはい、ちょっとやりたくなかったんですよね。おそらくはまあ絶対その、ね、殺人犯とか、あそこら辺の競争を超えることはないだろうなとは、はい、思ってたんで、まあ、一応やってみました。はい、こんな、爽やかなね、朝にやるべき、コンテンツではないかもしれませんけども、はい、一応結構、この匿名希望さん以外にもね、文生命、し、感想学やってください、感想学やってください、来てたんで、はい、この配信でね、ね、やってみました。まあ、皆さんもある程度は納得できたんじゃないかなとは思いますね。そこまで、パッと見でもね、むちゃくちゃこいつやべえなとか、
こいつ絶対人殺してるなみたいな顔じゃなかったのは多分皆さんもはい、分かっていただいたと思いますね。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。傷公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。